ワンティー側にヒッチさん、キセスリー側1ミリさん、ポリタンク Z。 同じ機械なのになんでこうも違うんだ。開幕打撃台に当たる。そしてそれでいって、さあ、まあ中華キャノンのガンゴですね。ポリタンはダンディーに強い気がする。ダンディーよりも強い気がする。きっと気のせいですよ。ダンディーの筋肉見てくださいよ。さあ、ジャイアンツイング、こっから物を食べて犬は死ぬ。非常にこのぐらいダッシュが素早いです。まあ、バギャラもかなり素早いですが、スピードは相当変わらないですから、これから打撃投げが当たるのが結構痛いですね。カメキリのキャノン、キャノンで牽制して、打撃投げ、キャノン、打撃投げ。坂道お兄がかけてるかけていっている。さあ、戻って、壊し壊し、序盤。ベルでめくって、同じバクランとキャバン。おられた、おられた。さあ、壊し。さあ、ピンチさん、ピンチ。さあ、驚きのスーパーへの移行を投げた。さあ、じゃあ、俺でいいか。俺とプロトンさん、プロトンさん、お願いします。はい、ありがとうございます。はい、じゃあこれをどうぞ受け取ってください。はい、優勝商品です。上位キャラに乗せないだけで、ただダンディー戦にはなんとか、いい勝負に、特に
優勝商品を募集してやる。さあ、じゃあ次の試合、栗橋さんと一風さんですね。じゃあちょっとこれを失礼します。いろいろ取れます。はい、栗橋さん釣り側、一風側に一風さん。さあ、今回の優勝商品実はあります。一体何なんでしょうか。瀬戸さんはクソバコを売るためになるんですか。波川に一戸さんに施設美が栗橋さんに、あ、さあもったいない、このステージは歌詞が出せたのに困って忘れたけど確かなんか、下 D スタートだったわ。まあそんな感じ。さあそっからこと言ってる間にこれまでですね、こうし教官繋がってはいないが、こうし教官みたいな牽制していく。評判ね、手を。さあ、今ではスマッシュとアリーナはこのゲーム強いんじゃないかって言ってますが、なんか最近、最近になってなんかいろいろ違うんじゃないかって。それも素敵ですね。やっぱりランプ出た止まるところが分かっていないか、とりあえずすぐ間に合う。怖いのは動きが一番ヒットで気絶ってぐらいかなって言ってるところ。勝ったな一風さん。キスじゃあ、めんどくさいんで一風さんに、ケロさんが入ってください。あ、あとケロさんに参加費を払っていってください。どうせ優勝したら300円相当